いつ聞いてもうるさいわ。いつ聞いてもいいうるささやな。はい、どうもこんにちは。カスタムロボ V2 実況プレイやっていきたいと思います。前回でね、旅立ち編が終わったので、今回から、激闘編ですね。やっていきたいと思います。さあ、やりましょうか。あ、これね。これはしばらく、音声が取れてない、ね。パートがね、あったんで、音声を取るためだけに作ったファイルですね。たくま塾編までかな、多分やってるんで、まあそれ用のデータですね。まあこっちでやります。そりゃそう、そりゃそうよ。激闘編やりましょう。激闘編ね、どんな感じなんだろう、全く知らんしな。お、これまでよく頑張ってきたな。今やお前の実力かなりのものだ。この俺が言うんだから間違いない。当然次の目標はグレートロボカップということになるだろう。そこでこれからお前に新たな試練を与える。なんすか、名付けて激闘編。二郎さんがつけたんかい。これ今から入る建物にはお前と戦おうと幾人ものコマンダーが待ち受けている。奴ら全員に勝つことができれば次は別の建物の扉が開く。はた迷惑な企画だな。こうしてバトルを繰り返すことで先へ進んでいくんだ。この世界にはお前が見たこともないロボやパーツがまだまだある。まあ、確かにね、ハテナだらけだからね。それこそね、まあ違法パーツとはいえ、ウルフガンの元パーツ、ナックルガンとかああいう系持ってないからね、俺。やがてロボカップの予選が始まる。なるほど。ほーん。グレートロボカップに勝つっていうのが激闘編の目的ってことか。最後にもう一つ大事なことを教えておいてある。実はこの激闘編には今までとは違うバトルルールがいくつか出てくる。マジ？はい、まあ、ありがとうございます。もうお前は以前の初心者だったガガンボンとは違う。それなりのハードル用意してやらなきゃ失礼だものな。もう一度、いや大丈夫です。相当長い説明がするだろうな。データのままのパーツがあったらここで散って、あるある。なかったわ。あれ勝手ゲンタのバトルフォード、ゲンちゃんが、あれたくま塾な、名前なんだっけ、トラジとナナセとヤイバか。あ、3人がいる。フーちゃんもいるな。ガイド、かっこ案内役だ、よろしくな。フォードってのは砦って意味だ。ノンリミットバトル、無制限で戦う。あー、いいやん。はいはいはい。時間制限がつく。え、つくの？あー、これが基本ルールなんだ。オッケーオッケー。え、これ何、誰とやんの？全6戦？え、全6戦？ふーちゃんも戦うのこれ。おいおいおい、驚きましたですか？驚きましたですしね。驚いたわ。負けてられないよ。え、ゆるえに？まあ、女の子同士。てか、ついで七瀬とも仲良くなってそう。おー、やめてくれ。いやー、さすがに、リトルスプリンターだろ。俺も使うしかない。パーミル。双葉っぽいな、見た目。パーミルって。めちゃくちゃちっちゃいな。まあであれば俺もベルで行かせていただこう。ベルでドリルガンで、リトルスプリンターはやっぱ足がねメインになってくるから、上に飛ぶやつ系は全くいらないと見ていいでしょう。てので、あれあれ、あ、ボムか、そうだ、からボムは、ま、ジェミニーか、どうしようかな。アイドリングボムって残るやつだよね。ま、一応アイドリングして、リフレクションポット。で、こっちにしようかな。スタビライザー。お、こっから、どんどん手に入る系の、あれか？
バトルになってくるのか、激闘編って。いいね。いろんな、コマンダーというか、ロボ使いたいもんね。で、コロセーム情報は、ベーシックステージ V2。基本ステージだな。さあ。武器があればそれでいいんだけどな。久々のカスタムロボや。あ、ただ2分だ。オッケー。いた、バカ。甘いんだよな。そんなんで勝てると思っているのかね。よし、オッケー。の、嘘。あ、火力はあるのか、あっちの方が。いいよ。あ、ダメか、マジか。あ、ライトシュートボムか。オッケー。地道に削っていこう。はいはいはい。うわっ、シーカーポットある。痛い痛い痛い。これちょっと残しておいて、こうよ。よし。来たら死ぬぞ、来たら死ぬぞ。おい、よいしょー。オッケー。やりました。よし。あんまりでもドリルガンって強くはないな、こうやって見ると。え、こんなん出るの、マジ。違法パーツとかも書いてあったな。もらえるのか。ふに、兄よ、あなたは強かったでしゅ。はい。あ、そうなん。マジ。おい、マジかよ。これ、あれかな。スターフォックス64みたいに、トロフィーとかそういうのにかかってきそうだな、なんか。スコアアタック的なね。ランス。もらえるんかな、ランス。きたー。ホーネットか。基本的にベルで行こうかなと思ってるんですけど。時間はな、合わないからな。まあ、2まあ、難しいな。ドラゴンガンでいくか。ドラゴンガンは時間かかるからな。で、スカイフリーズポットとフリーズボム。これよ。オッケー。はい。ミスった。で、行きましょう。どうせなら高得点狙いたいな。あと顔、まず顔、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 やば。いって。よくねえな。え、なんで俺が使ったの？多めに。来る。よし。のお前、あのタイミングで、マジかよ。よし。よし。危ない危ない危ない。くっそ、来るの早すぎる。俺の移動を上回るスピードで来る。やばい、危ねえ、よく、ラッキー。怖い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 。やっぱ時間かかるな。
やっぱ時間かかっちゃうな、ドラゴンガン強いけど。よし、あんま良くないね。ダメージを受けないっていうので行くんだったらドデカンとかの方がいいよな。ポイント低いな、さっきは高すぎたな。ちっ、一気ちょう、このままじゃ済まさんぜ。そんなこと言われても、え、手前から順々にやんの。トラジに俺勝てなかったんだって。風林火山ゴー、お前マジ強いんだよ。俺お前に一発で勝ったことないんだから。変えようか、ドデカン G で、あのバブルガン、これでいきます。で設置系よりかは常になんかダメージを与える方がいいから、これでいきます。タイガーロアもらえるんや、これで。武器に関してはね、もらえてるからね、今までので。だからなるべくまずは離れた位置に飛びたい。よし、いいよ。やばい、これこの位置まで。よし、オッケー、いいよ。まあちょっと食らって、めっちゃ食らってるな。大丈夫、大丈夫、とりあえず打っときゃいいわ。やばい、なんか、あ、武器違くね？フレームガンじゃん。これ勝ったでしょ。おっしゃ、オッケーオッケー。飛んどけばもうちょっと簡単に勝ってたな。もしかしてベルより毒ガンシーナがスコアアタックでは強い。いや、これはだいぶ強いと思うわ。ハンディなし、違法パーツ不使用、巻き返す0回。いや、怖っこれ。負けたら下がるの。あ、トマホークボム持ってなかったか。 G は持ってなかったのか、よかった。まあ、次はユリエか。ご機嫌いかが。さーっと、いつまでもあなたに遅れを取ってるわけにはいかないよね。伝説のチャンピオンの妹が負けっぱなしなんてカッコつかないもんね。さあ行くわよ。はーい、私に力を与えて。いいえってやったらとりあえずあれか、武器の実体化ができるのかな。プラネッタガトリングガンか。まあ同じでいいかな。まあ、体柔らかいからドリルガンでもよかったけど、ベルでやってもよかったけどな。どうしようかな。腕か、若干早いぐらいか。よし、ストレートボム。ガトリンガーの距離投げ。オッケーオッケーオッケー、なんとかなってるよまだ。じゃあ危ねえ、じゃあ行こう。マジでポットが歌ったいな。オッケー、危ねえ、当たった。これガトリングガン打たせない。うわ、なんでボム当てってくんだ。あれそう、かけずだって突き上がる。危ねえ、
ストレートボム早い。地道に行こう。でも時間が短いな。うわーマジか。いやバブルガンで弱いとこ出た。当たってるように見えるけど全然当たってない。あ、当たった。タイムはポイント低いよね多分。やばい。あぶね。ギリギリだ。まあ、なんでこれ。これタ、あ、タイムアップの音か。うわ、あぶね。届け。よーし。あぶね。まあ、勝ってはいたけど。なるほどな。意外と難しいな、バブルガン。そうか、相手が遠距離だとバブルガンやらん方がいいな。ちゃんと見るべきだ。あぶね。残り1秒だったの俺。あ、そうなんだ。くすん、女の子に花を持たせられない男なんか、男の子なんか嫌い。それが勝負ってやつやね。あ、ラスボス。私さ、一応自由の身になったんだけど、行くとこなくなっちまってさ。タクマやトラジは塾に戻ってこいって言うんだけど、そんなことできないよな。だからってここに入ったのはすごいよな。だからさ、とりあえずあちこち修行して回ろうかと思ってるんだ。ああ、だからか。あの武者修行バカのジローみたいなものかな。はは。はい。オッケー、やろう。アニー、戦いの時よ。あ、アニーになってるやん。さすがにね、バーティカルは中距離。だから俺、いや、できればドデカンとか、ジャベリンとか行きたいけど、まあ、ジャベリンとかするか。ジャベリンで、てか、バーティカルガンやったな。スターダストじゃないんだ。ショットガンかな。ショットガン。トマホークボムで、まあリフレクションポットでフォーミュラーかな。これでいこう。地上も動けるようにしとかないとちょっと怖いよね。録画 G とか特に遅かったけど、まあそれが怖い。まあスタリークバニッシャー型はそういうのないけどね。あんまり。危なっ。じゃあ買おうか。いや最悪。ラッキー。マジで。やば。自分のボムで死ぬのは、なんか運が悪いんじゃないか。やばい、近づけない。いや、これ当たんないの。くそ。オッケー。俺のボムで死ぬ。危ない。ありましたけどね。よし。それはボムじゃ無理。ボムじゃないと無理。近距離すぎてもダメだな。危ね。あたー。嘘だろこれ。速すぎる。無理だ。危な。ショットガンはダメです。やるんだったらマジリトルスプリンターだ。なんじゃそのボス。翻弄されまくったな。違う、最後ゲンちゃん10万点くらい行きたいよな、せっかくなら。くっ、今回お前の勝ちということにしといてやるよ。負け惜しみが、やっぱ負けず嫌いが強くなる世界だからな。なんとまあ、いやはや実に気分がいいね。まガガンボン育ての親の特権ってやつかな。うしゃしゃしゃ。さあ行くぜ、準備はいいか。はい、今こそバトルなんたるか教えてやるぜ。
パロット、まあ、よく見てた相手だからな。あ、スナイパーマン初めて見た。これは近づかないといけないから、まあ、ベルかな。ベルでドリルガン、ドリルガンかな。あ、いや、ニードルガン、ニードルガンがいいかな。で、あ、ストレートブーム T のドリルガンでもいい。まあ当たればね。これでいこうか。今回はスタビライザーにしてなかったけど、まあ勝てるでしょ。ラストステージどこ？あー、土管か。近所の空き地ステージで。勝ったー。これ俺が食らうことで一旦中でもするっていう。うわ、かっこいい。 やば、強っ。いやー、一発でけー。100食らった。離れていけね。ここを使って、うまく使って、いやー隠れてない。強くね、スナイパーガン。待て、こら、やばい、マジ負ける。いてー、はっ、負けんの俺。あぶ、うお、危ねえ。うわー負けた。マジかよ。いや、最悪だ。本当に勝っちゃうとは思わなかったぜ。これであれでしょ、負け回数1でポイントついちゃうでしょ、1000ポイントとか。やばいな。近づかないといけないってのがあったからな。ベルじゃないってことか。ホークマンとかにする。で、やることは同じでもいいわ、別に。あー、ポット変えてもいいかな。スピードポット。よし、じゃあアタック多めでいくわ。バーニングビーストっていうか、こいつなんかアタックの隙があんまないから。やば。危ねえ。
今アタックしてなかったら食らってた。あぶねえ。負け返、あ、スコアが 0.9 倍になるってことか。うわ、ギリギリただ届かんかった。マジかよ。いや、強いスナイパーガン。どうよ、これ。銅のトロフィー。やっぱトロフィーあるんだ。銅か。一番最初は良かったな。あ、10体行こう。あ、全部やると、今までもらった、パーツがもらえるんだ。はぁ、いいね。スナイパーガン。トマホークボム G。いや、むずかったよ。もう、まあ、一応、今回、スコアアタックで、金のトロフィーを取るとかは、ちょっとしないわ。あくまでストーリーというか、激闘編を進んでいくっていう感じで進めていきます。悔しいけどね。新一のコテージに行けるようになったぞ。ワンのキャラじゃねえか。なるほど。それがその建物にチャレンジできるようになったという印なんだ。それからもう一つ大事なことを教えておくぞ。ここ、つまり現在のバトルフォードには、いつでもまた戻ってこれるんだ。つまり何回でも今と同じバトルにトライできるんだよ。なるほどね。それで、トロフィーを取っていこうねみたいなことができるのか。まあ、戻ることは一旦ないかな。とりあえず、前に進んでいくっていう感じ。ここか。でもめっちゃいるやん。めっちゃ、ほら、建物の上を見てごらん。ゲンタのバトルフォードと書かれた看板の下にスコアが表示されてるだろう。あれが今の君のハイスコアさ。ハイスコアは建物ごとに記録されるんだよ。つまり建物の数だけハイスコアがあるということさ。これね。これだけ動けるの初めてなんだけど、なんか、ないかな？いろんなもの。パーツが落ちてるとかないかな。連打しまくってみる。ここにはまだ入れないよ。太平のコテージをクリアしてから出直してきてね。あ、意外と優しい門番だった。この建物にはまだ入れないよ。新一のコテージをクリアしてから出直してきてね。あ、4つもあるのコテージ。ここはまだ通すわけにはいかないな。必要な建物をクリアしてから出直してくるのだ。なんか街総出でやってない？こういう後ろとかになんかパーツ落ちてないかな。ないか、さすがに。こんだけ動けるのも初めてだからな。まあ、次回以降、まあ、新しいエリアがあって歩けるんだったら、とりあえずぐるって回ってみようかな。それじゃあ今回は、このゲンタのバトルフォード、フォード、クリアしたんで、突破したんで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。